マルフリート・フランシスカ・ファン、オラニエ・ナッサウは、元オランダ女王、ユリアナの三女。父は、王廃、ベルンハルト。姉に前、オランダ女王、ベアトリクス、イレーネ、妹に、クリスティーネがいる。原告王ウィレム・アレクサンダーのおばであり、王位継承順位は最下位の8位である。マルフリート王女は、オタワのオター市民病院で、ユリアナとベルンハルトとの間に生まれた。 ユリアナは女王ウィルヘルミナの推定相続人だった。1940年6月にナチスドイツによってオランダが占領されて以来、オランダ王族はカナダに疎開していた。マルフリートが生まれるとき、オタワ市民病院のユリアナが滞在していた病室はカナダ政府によって一時的に違外方権が宣言された。これにより病室はカナダの領域外ということにし、 法的にどこの国にも属さない国際領土の扱いとした。これはユリアナが産んだ子供が確実にオランダの国籍のみを有するようにするための装置であった。カナダは出生地主義であり、カナダ領内で生まれた子供には自動的にカナダの国籍が与えられる。しかし、オランダは二重国籍を認めていないのでカナダの国籍を持っていると、 オランダ国籍を喪失することになる。当時のオランダの多い継承順位は男子優先だったため、生まれてくる子供が男子だった場合は、多い継承順位が二人の姉よりも上になり、将来国王になる可能性が高くなる。そのため、一時的にカナダ領ではないと宣言し、カナダの国籍が与えられないようにした。カナダ政府が病室をオランダ領と宣言したというのはよくある誤解である。 オランダの国籍法は主に血統主義に基づいており、出生地がどこであってもオランダ国籍の者の,の子にはオランダ国籍が与えられるため、病室をオランダ領にする必要はなかった。オランダ王室はこの恩義への返礼として、毎年チューリップの球根をオタワシに送っている。マルフリートの名はナチスドイツへの抵抗の象徴として戦争中に身に、 つけられた花であるフランス菊にちなんで命名された。1943年6月29日、オタワのセントアンドリュー長老派協会で洗礼を受けた。彼女の大父母は、アメリカ合衆国大統領フランクリン D ・ルーズベルト、イギリス王大号、メアリー、ノルウェー王大使ヒマったと、ユリアナ王女のカナダでの助官のマルティーヌ・ロルが務めた。 マルフリート王女オランダが解放された1945年8月、マルフリートは初めてオランダの地に立った。ユリアナとベルンハルトは戦争前に住んでいたバールンのスーストデーク宮殿に戻った。ライデン大学在学中に将来の夫となるピーテル・ファン・フォーレン・ホーフェンと出会った。1965年3月10日に婚約が発表され、 1967年1月10日に、ハーグの体制やコブ教会で結婚した。この時、二人の間の子供は、ファン・オラニエ・ナッサウ、ファン・フォレン・ホー・フェンの称号を名乗ると宣言された。二人の間には、マウリッツ王子、ベルン・ハルト王子、ピーター・クリスティアーン王子、フロリス王子の四人の子供がいる。マルフリートの一家は、アペルドールンのヘッドロー宮殿に住んでいる。 カナダチューリップフェスティバルに参加するために、オタワに到着したマルフリート王女1987年から2011年まで、オランダ赤十字社の副総裁を務めていた。オランダ赤十字社では、マルフリート王女基金を設立している。彼女は、国際赤十字赤新月社連盟の理事である。1984年から2007年まで、ヨーロッパ文化財団の会長を務めていた。 財団では、彼女の業績に感謝して、マルフリー島女文化多様性賞を設立した。彼女は国際パラリンピック委員会の名誉委員である。ありがとうございます。